こんにちは。プロテニスプレーヤーの西岡義人です。この度 YouTube チャンネルを開設いたしました。ずっとやりたかったことだったので、ちょっとやっと始めれてすごい嬉しいんですけども、一応ちょっと軽く自己紹介をさせていただこうと思います。三重県出身の21歳で、18歳の頃からプロテニスプレーヤーとして活動をさせていただいてます。15歳から18歳の時にアメリカに留学をしていて、18歳になった時にプロという形で、テニスをやらせてもらってます。世界ランキングでの自己ベストは58位で、2014年アジア大会では40年ぶりに金メダルを取ったり、ここ最近ではかなり今年に入って調子が良くて、かなり上の方のレベルの大会で結果を残すこともできたりして、とても順調だったんですが、さすがに連戦の疲れが来たのか、3月の終わりに、試合中に左膝の前十字靭帯を怪我をしてしまいまして、少しだけ、選手から離脱という形に今なってて、せっかく時間ができたので、何か新しいことやりたいなと思って思いついたのが、YouTube をやって、どうせならこの時間になんかテニスをもっと広めたいなと思って、ちょっと始めてみたんですけども、やっぱりテニス選手ってすごい日本では認知度がちょっと低いというか、やっぱり民放でテニスの試合もなかなか流れないですし、なんかちょっと日本だとあまり話題にならないスポーツっていう気がしていたので、少しでもなんか話題になったり、興味持ってくれる人が増えたら嬉しいなという気持ちでやっていこうと思ってます。具体的にはまだそんなに決めてないですけど、テニス選手ってどういう生活をしてたりだったりとか、今なら僕怪我をしているので、そのもし前十字靭帯だったり、膝の足の怪我をした時にどういうリカバーをして体を戻していくだったりとか、もちろん細かいテニスの練習の部分もそうなんですけど、どっちかっていうとちょっと裏側的な感じなものを見せていきたいなと思ってます。もちろん僕以外にも、機会があれば他の選手にも出ていただきたいと思ってますし、いろんなテニスに限らず違う方たちとも、いずれ話を聞いたりコラボ企画やったりをやっていけたらなと思ってます。こうやって動画上げたりとか編集したりってことをしたことがないので、コメントの方でなんかもうちょっとこういう改善の仕方した方がいいよとかアドバイスあれば、ぜひ教えていただきたいですし、逆にこういうことを教えてとか、今できる範囲でですけど、どういうトレーニングしてるのとか、全然聞いていただけたら、それについて動画もアップしていこうと思っているので、ぜひぜひいろんなコメントをお待ちしております。テニスに限らず、プロアスリートとして何か影響を与えたらなと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。